しますよろしくお願いします。そして私を知ってるよっていう方お集まりいただきありがとうございます。嬉しいです。久しぶりに仙台都会にやってまいりました。今日は鳴子から来ました。短い時間ですが一緒に楽しんでいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。早速ですがメンバーを紹介したいと思います。まずサポートしてくれますベース松本陽介さん、かわいいそして先ほどつい先ほどまでこちらで弾き語りをしてくださっていたね、あの小出智樹さん、先週たまたまお仕事をご一緒させていただいて、はい、もうせっかく私の直前にここでギターを弾いているならそのままいてくれませんかっていう無茶なお願いをしました。なのでちょっと何曲か一緒に参加してもらおうと思います。はい、頑張ります小出智樹さんです。いい飲みっぷりですね。ちょっとね、お昼ですけどもお天気もいいので、お酒の入っている方はね、より酔いが回るように、そしてお酒飲んでない方もね、あの楽しい時間に酔いしれていただけるように頑張ります。よろしくお願いします。じゃあちょっとあの急遽なんでリハーサルはしておりませんがね、プロですからプロですから、C で行きたいと思います。じゃあお願いします。ではまずベースからお願いしようかな。はい、でありがとうございます。
あと何曲か強制的にともきさんにも参加していただきたいなと思っております。続いては、デイドリームビリーバーというナンバーをお届けします。セブンイレブンのテーマでおなじみのあの曲です。お楽しみください。じゃあもう一曲、タイムアフタータイム。
曲を3人でお届けしたいと思います。よろしくお願いします